お疲れ様です。前田です。王様戦隊キングオージャーついに完結しましたね。最終回の再現も撮り終わりまして、今ですね2月29日のお昼でございます。いや今年も2月も終わりですね。うるう年なので29日まである年だったんですけれども、はい、これからですね王様戦隊キングオージャーが終わりまして、新しい戦隊爆上げ戦隊ブンブンジャーの再現を作っていくということになるので、ブンブンジャーの撮影の前にですね王様戦隊の、はい、あのおもちゃをですね片付けに入りますので、まあ、基本的にはですね箱には戻さずにこんな感じでですね戦隊ごとにあの一応部屋を決めてますので、キングオージャーのスペースもどこかに確保してですね、ここはちょっといっぱいなので、はい、こっちかな。まあこっちまだ全然空きがあるな。あと、うん、3、4年はいけそうですけど、ここのまあ、下あたりかどこかに、キングオージャーのスペースを作って、まあ、何かですね必要な際パッと取り出せるようにキングオージャーのアイテムをまとめておくという作業をしていこうかなと思います。このですねデラックス版の箱がどんどん溜まっていく問題はですねもう、宿命ですね。回避できないです。毎年ですねいっぱいおもちゃを発売してくれるおかげでどんどん増えていくんですけど、これ去年のドンブラザーズの箱もここに置いてあって、その上にキングオージャーのアイテムを載せていったり、あとはこっち、これ撮影のスペースなんですけど、こうなってて、はい、ここにはですね、はい、ガーディアンウェポンたちがいたりですね、あれは王者クラウンなんですかといった感じで、まあスペース的にはまだあるんですけど、うん、箱がですねもう増える問題、ここ上、はい、このように船体の箱が無造作に並んでいたりとか、反対側の部屋はこういう風になってて、もうぐちゃぐちゃで申し訳ないですけどね、はい、この辺武器アイテムが固めて一応あるつもりではいます。であの幕の後ろは、ジャガーバルカンとかああいう大きいマスクマンでいうとターボランジャーとかああいうのが置いてあるゾーンですね。大きいメカくんたちがいまして、まあ、こっちも結構無造作ですけど、ゴーカイジャー、ゼンカイジャー、リュウソウジャー、あれは大ボイジャーだから冒険者か、マジレンジャーとかゴセージャーとかこういう風になってるんですね。で最近撮ってる歌いながら変形シリーズですね、それはここに机を設けて、まあ、メインのですね再現とはこう片付けたりするのが大変、入れ替えが大変なので、もうここはその専用スペースとして、確保しておりますね。最近はゴーオンジャーとかキラメージャーの、歌いながら変形して遊ぶ動画を作ってるんですけど、でこれはダグデドにこの間巨大化した時に役をやってもらったキュータマジンか、キュータマジンのデラックス版が、はい、まだこうドーンと置いてある状態で、なかなかちょっと片付かなくて新しい戦隊も始まってしまうので、うん、まあそれを片付けを兼ねて、まあ、これこっちの歌いながら変形シリーズをやってはいるんですけど、うん、もうなんか卵が先か鶏が先かみたいな話になってますよね。はい、ということで片付けをやっていきたいんですけど、その前にちょっとだけ皆さんにお見せしたいのが、はい、こちらですね。これ娘が書いてくれました再現戦隊の長女はですね、4月で中学校に入学するという、今12歳か、はい、ということで絵もだいぶ上手になりましたね。書いてくれました。これハシリアンの、これ何でしたっけ、デコトレーラーみたいな名前の人、ちょっとまだ名前を把握しきれてないんですけど、これハンドタイヤですよね。5人分と、あと敵のハシリアンも書いてくださったので、あ、くださったらって娘に敬語、はい、そうなので、これはあのまた再現に使っていきたいんですけど、こちらですね、あの高坂さんに書いていただいたイラスト、今年も大活躍でしたね。はい、書いていただいたイラストをプリントアウトして、まあ、厚紙に貼り付けてですね、使わなくなった麻雀牌に両面テープをくっつけてこういう風に立たせてたわけですけど、まあ、これらをですねちょっとしまっていきます。まあ、ここはちょっとこう外しまして、うん、まあ、ビリビリっとね破っていきますよ。でヤンマガストでしょ、裏から見て誰か分かりやすいようにこういう風に2番っていう風に振ったりしてたんですよね。でこういうのはこのように袋が
この間薬局行って薬をもらったんで、それに入れましょうか。はい、大事に保管しましょうね。まあ、またいつかですね、再現動画をキングオージャー撮る可能性も、まあ、なきにしもあらずですよね。VS 版、ドンブラザーズ、対ドンブラザーズだったり、恐竜ジャーだったりっていうのはあるので、まあ、それを撮る可能性は、まあ、なくはないと思うので、はい、ジェラミー・ブラシエリね、追加戦士。いい声でしたよね。毎週、ナレーションとオープニングの、冒頭のセリフもジェラミーでしたけど、カグラギ・ディボウスキーもいいキャラでしたよね。いや、本当に今回の王様戦隊は、一人でも欠けたら地球はどこかで絶対滅んでいたというパターンですよね。うん、全員が地球の平和に貢献しましたよね。で、これ後ろ姿。はい。こちらも書いていただきました。やっぱ再現動画作る上でですね、後ろ姿って結構出てくるんですよね。なので、まあ、正面をずっと向いてるとおかしなことになって、でしかもこう、販売されてる立体物って、なかなかこう、まあ、僕が動画で使うのにちょうどいいのがなくてですね、動画でいっぱい使いましたけど、こういうデフォルメアクリルチャームなんかもですね、裏はこういう風になってて、まあ、後ろ姿ではないんですよね。なので、なかなか後ろ姿を、はい、立体化するっていうのは、まあ、普通の一般販売でも無理なので、まあ、こういうですね、後ろ姿の絵を描いていただいたわけなんですけど、そう、だから今年も、娘にはですね、もう、まだ後ろ姿、テレビがやってないので、まあ、想像で、書いてもらってますけど、どこだ？あ、これこれ。いいよ。これは、メータ君かな？メータ君、石郎君の後ろ姿ですけど、うん、こういう形で、うん、書いてもらってるので、まあ、大体でお願いしますということで、書いてもらったんですけど、うん。これも娘が書いてくれたやつか。スズメですね。こうやって見ると、なかなか、うん。別の人が描いたみたいな絵ですよね。でも確かに2つともうちの娘が描いてくれたんですけど、まあこういう多分参考にしてる絵が違うのかな。これも描いてもらったゴーマゴーマロザリアでござる、うん、もうゴーマもちょっと懐かしい。ヒルビルリッチね、これ多分プリントするタイミングが違って大きさが違ったりして、でヒルビルは確か巨大戦があったんで、その時に巨大化したロボットに、うん、顔だけ貼っつけたりしたので、まあ、それはちょっともう残ってないかな。あとは、ああ、ダグデドね。ダグデドもここ、最終回の再現の時に、これ、ここが本体だったんですよね。お粒たちがあって散々地球の人たちを皮肉ってたのに、実は、一番お粒はダグデドだったというオチでしたよね。いや、本当によく勝てましたよね、キングオージャー。敵が強すぎて、どうやって勝つんだろうって思いましたけど、まあ、ダグデドは、うん、最終決戦を一人で乗り切ろうとした。それがまずかったかもしれませんよね。うん、なんとでもなったと思うんですよ。召喚するなり、あとなんだろう。ミノンガンを復活させるなり。うん、まあまあ、そんなこと言ったら、せっかく感動的なお話に水を差しちゃうので良くないんですけど、空気を抜いて、はい、イラストはこれで保管できて、で、ライニオール・ハスティ役に出てもらった赤レンジャー、はい、うん、やっぱ元祖っていいですよね。うん、僕の動画でも元祖となると赤レンジャーが出てきやすいですけど、まあ、これは箱にしまうんですけど、あとはこの辺の誘導か。誘導のこういうアイテム、こういうですね、ちっちゃい手に持たせるようなアイテムは、一応僕はこういう形で、こういう風にですね、ちっちゃい箱に入れて、まあ、ささっと使うようにしてたんですけどね。まあ、こういうの本当に落としてその場で探さないと一瞬でなくなるんで、気をつけないとなんですけど、
まあこういうバラバラのものは1個にしつつ、あとまあこのアクリルチャームですね。なかなかこれ自立しないので、100均で買ったこういう、なんていうんですか、クリップ、これに挟んで立たせてましたけどね。キラメージャーの時かな、昔このアクリルチャームを裏に両面テープをつけて、まあ今みたいに、まあこういうのでこうやって貼ってたんですよ。そしたら剥がしたらですね、ここのプリントが一緒に取れちゃって、ジュール君がダメになっちゃったんですよね。まあなのでそこからは、はい、こういう形で挟んでやらないとなってことでやってましたけどね。で、こっちはですね、最終決戦の時に結構、各国の人々がいっぱい映るシーンがあって、まあそれをここでやってましたね。どうしても、こっち、メインのテーブルでやって、並べ替えてどうこうってやってるとめちゃくちゃ時間がかかるんで、これだけでもだいぶ時間短縮にはなったかな。で、マスクマンはコソパの人たちをやってもらってましたね。はい。最初は、ブルーマスクに、コソパの塩辛の役をやってもらってましたけど、アッカと、マユタと、これか。ウスバ。これは、数年ずっと同じでしたね。で、まあ、一般市民、コソパ一般市民役として、イエローマスクという風でしたね。で、あとはこんな感じで、奥はデラックス版か。最終戦、ゴッドキングオージャー。シュゴッドがどんどんですね、燃え尽きる中、最後、キングオージャーだけ残るシーンは、音がこう静かな中で展開されて、なんか感動的でしたよね。で、ミニプラも今回は使いました。かなりゴッドキングオージャー動くシーンがあったので、うん、まあ一部ですけど躍動感を出すため。あと最初の巨大化しきる前にダグデドの方が大きいっていうシーンがあったんですけど、そこを再現するために、うん、ミニプラのゴッドキングオージャーの動画って僕撮りましたっけ？ね、これ、片手で持てるぐらい軽いんですけど、はい。ミニプラとしてはすごい、やっぱりいい出来でしたね。デラックス版よりもポロリが少ないので遊びやすいってのもありましたね。で、こっち行くと、シュゴッダムの国民の人たちをずっとこの仮面ライダーの人たちにやってもらいましたね。あ、これはあれか。最後のポーズになったままですけど、グローディーやってもらいましたね。で、これは自分で塗った、キングオージャーゼロの人たちだったり、これはタランチュラアビスだったりという風に使いましたね。で、この人の名前何でしたっけ？ベロニカでしたっけ？キングオージャーゼロの開発者の女の人、最終回ではですね、コフキに飴を渡しましたね。まあこの人かどうかはわからないですけど、でシュゴットソウルですね。これはバッタか。はい、こういうのも、うん、1年間いっぱい集めましたね。これ皆さん覚えてますか？キングスピーダーでしたっけ？これ番組発売当時すぐ発売したアイテムですけど、うん、劇中に2回ぐらいしか出てこなかった気がしますけどね。再現動画で確かに使った記憶はあるんですけど、ちょっとこれ残念なアイテムでしたね。うん、まあこれは箱に戻してもいいかもですけど、うん、そうですね。で、こういう風に、足が取れてる。誘導ですね。誘導は、まあ、毎回大活躍で使ってましたけど、誘導以外のですね、最初に使ってたこういう、アクションフィギュアでしたっけ？こちらが、今年はもう出ないのかな？うん。ブンブンジャーが始まる時に出るかなと思ったんですけど、今年はもうソフビだけみたいですよね。なので、再現もですね、ちょっと誘導5月ですか ?4 月か5月にブンブンジャーの誘導が出ないと、なかなかちょっとこうアクションシーンを撮影するのはもうずっとこういう、うん、手だけこういう風にやってるキャラに、まあ、なっちゃうんですけど、まあ仕方ないですね。まあなかなかこんな片付けのシーンを見たい方は少ないかもしれませんので、ちょっと一気に片付けちゃいますね。
はい、2時間ぐらいかかりましたかね。綺麗になりましたよ。撮影スペースがまずこのようにですね、ほぼ何もない状態になりましたので、ブンブンジャーの再現これでガンガン作れますね。1号ロボのキングオージャーは、まあ、歴代の1号ロボなどとですね、このようにいつでも取り出せるように飾っておくことにします。まあ、なんだかんだ1号ロボって、まあ、これからは敵役に使うことになっていくんですけど、ここにこういうふうにある程度はまとめてあるので、はい、今日からこの位置になりました。そしてですね、撮影部屋の横の部屋、まあ、ほぼ物置というかおもちゃが保管してある部屋なんですけど、ここにですね、このようにデラックス版のキングオージャー以外は、まあ、片付けつつ、まあ、いつでもさっと取り出せるように箱にはしまわずにおもちゃのまま置いといて、でミニプラは、塗装したのも含めて全部一つのケースに入れたのですぐ出せるでしょ。で上はアクションフィギュアだったりガシャポンだったり、まあ、ちょっとした、細々としたアイテムをまとめて、そしてですね、僕が長年愛用しているこの書類を入れる箱ですね。このようにですね、誘導と、書いていただいたイラスト、ソフビ等はですね、まあ、戦士の人形はさっと取り出せるようにしときたいなと思ってここに入れましたね。まあ、これもいっぱいになりましたね。またちょっとどっかで片付けて、まあ、ミニプラの1号ロボぐらいはどっかに並べときたいなと今日思ったんですけど、まあ、ちょっとそれは別の機会にやろうと思います。はい、てなわけで王様戦隊キングオージャー無事最終回の再現を撮り終わりましたので、ある程度ですねキングオージャーのおもちゃを片付けましたという動画でした。みんなもですねおもちゃを、出して遊んだらですねちゃんと片付けようねということで、ブンブンジャーの再現お楽しみに。お疲れ様でした。前田でした。よろしくお願いします。前田でした。